トイレ絡みでままたた。のわからないニュースが出てきましたこれは東京・荒川区なんですけども野外公衆トイレ82カ所のうち53カ所に女性専用トイレが設置されていないことが判明し批判殺到荒川区は経費削減と。 公園スペースを減らさないためと説明というんですけど、こんなものあり得るわけないでしょ。私は男ですけども、これはね、あり得ないですよ。女の人のこれ気持ちを考えてください。で、82箇所のうちね、53箇所が既に女性登録がないというのはもう異常事態なんですけども、これね、女性の立場からしたらどうですか。怖くてこんなものはとってもじゃないけど。 使えないんで、すよで役所の人間っつうのはね、本当にこう想像性がないっていうかね、なんでこんなことがわからないんだろうと思いますよね。LGBT は LGBT か、ああ、そうやな、時代はそっちに流れてるな、じゃあうちもそうしようということで、これがすごく先進的なことだと思ってるんですよね。まあ、これはね、話にならない。とにかく頭くるとしかもう言いようがないんですけども。でね、こういうことをすると何が起こるか、もう間違いなく犯罪が多発しますよ。明らかでしょ。だってね、 普通の人は、まあ男としましょうか。普通の人はね、例えばここに入り込もうとか、女性を襲うとか、そんなこと思わないんですよ。もしね、思うとすれば、いや、いい女がいるなって、うわ、いい女やなって、ここまではしょうがありません。だって男ですからね、これは思うんですよ。ところが、じゃあ実際に手が伸びるか、例えば痴漢もそうなんですけども、電車の中でね、目の前にすっごい女がね、薄着でいたとしても、じゃあ本当に痴漢やるかって言ったら、これはやらないわけでしょ このハードルは恐ろしく高いし、そこまでは絶対やらないんですよ。ところが、わけのわからないやつとか犯罪者というのは、こういう女性をつけていって、そして、パッとね、後ろからね、このこうマンションの中一緒に入り込んでしまって、オートロックなんか入っちゃうんですよ。で、口を塞いで、この野郎ってことで平気でやるでしょ。あとは変態って何回も捕まるじゃないですか。先生でも結構いますよね。小学校の先生、何回も何回も使って、6回捕まった、7回捕まったと。 慶応の学生でもいましたね。親父がかおじいちゃんですかものすごい有力者で何回逮捕されてもなぜか執行猶予とかね不起訴になってしまうという妙なやつがいて、えー、それで慶応大生豪語して俺は捕まらねえとか言ってるバカがいましたけどもそういう人間がいるんですよ。だから区役所でこういうことを考えてる人間というのはそこまでわからないんです。俺はこういうことしないよ。普通の人そんなことしないよね。わ、LGBT だ。先進性だ。これ SDGs だってやっちゃうんです。大バカもんでございます。 犯罪が起きるか、今日で、ね、話をしてみましょう。はい、そしてね。 はい、まずこれですよねあの。これ思い出してください。つい最近です。私もこれ動画上げたんですけども、渋谷区で、はい、同じですよね。女性専用がなく、教養がない、トイレしかないと、おかしいだろうということをニュースにしました。あ、は、と、い、で私もね、えー、次の動画であげておきますから、ぜひ見ておいてください。そして、はい、いきなりこんなもん出しましたけども、まず起こるのはね、こういう犯罪が起きるんですよ。まあ、これ犯罪でしょうね。えー、これは女性の生理用品ですけども、こうして右側におぶつ入れがあります。 女性が使用用済みの理品で、あそこにそういうものがあるということは分かってますよね。で、先ほどの共用トイレには男は堂々と入れるわけですから、ここに入って、 入ってで、すよでそん中をゴソゴソとあさって持ってく変態なんか必ずいますよ。そんなもん相当いますよ。いや、でもね、えー、きれいな、ね、もう女の人に当たらなかったらどう嫌だなと思ったらどうやって考えるかといったら最後もう簡単ですよ。まず入りますよね。そしてこのお物入れの中を見て、 掃除するんですよ。空にします。そして空にした状態でまた外に出て、中に入る女性をずっと見るんですよ。で、ある女性が入ったとしますね。じゃあ、すっごい綺麗な女性が中に入ったとしましょう。で、その後、この男は中に入ります。そして、お物入れを見て、パカッと開けて中に生理用品が入っていれば、その綺麗な女性が使ったということは確定してしまうわけですよ。これを喜んで回収して、これをネタにして使ってしまうと。そういうことでしょ。 あり得ますよねもちろん女性に実害はありませんけどもとんでもないということが言えるかと思いますそして忍び込みでこの中で夜間なんですけども入ってじーっとしてて女性が入った瞬間に襲う口を塞いでナイフを突きつけて大声出したら刺すぞと言われればもう女もないよう足がすくんで声なんか出るわけありません でこんな事件もありましたよね。はい、1月13日、これは共産党の幹部ですよ。千葉県の幹部なんですけども、痴漢ゼロを歌っていた子供子盆道のパパ、それがトイレの盗撮動画をね、えー、ということで発見されて逮捕されたと。ありましたよね。で、これ、続報もありました。これ、左上の日付見てくださいね。1月13日。 しかも捕まった容疑は下の赤枠のようにトイレの盗撮動画だったんですがこれからわずか2か月後には今度は同じ人物サドルに体液をつけた疑いが持たれているこれって変態の定番でしょなぜかサドルに体液をつけるんですよねで被害者を驚かせたかったなどと話しているとどうですか もうこうなると理解不能でしょ。でこの手の人間を強制させるというのは無理です。特に性癖はもう無理ですよ。ねそこに持ってきてあんな、 トイレが存在するということをここの男、こういう男が知れば、それは考えるに決まってるじゃないですか。これをなんとかして利用してやろうと。そして自分が先に入って、便座にね、塗りたくるんですよ。そうで、しょでその後ね、女性が入ったら、あの便座に座ったと思ったら、うわーって興奮するわけじゃないですか。そんなもん考えつくに決まってるでしょうが。ところが、普通の人はそんなことは考えないんですよ。でも、普通の人はこんな人間のように、こんなね、サドルに体を気付けて逮捕され、えそして盗撮さ 逮捕されやるわけないいでしょそういうことなんですよあのなんたら弁護士もいましたよね。えー、ね女性に対してねあの演劇の世界の,あの、ね、セクハラ、セクハラといいますかパワハラをなくすということでやってた男がですね、えー、この弁護士ですよ、捕まったってこともありました。さあ最後はねこれ見てください。もうこのトイレの話になったらこれです。和風ッキ。 え和風というかこれ汲み取りですよね1989年のこれ福島県のことなんですけどもいまだに謎が多い事件ですがもうほぼほぼ大体見えてますね。はいこれは教員住宅の便所とまあ、古いんでしょうね、組み取りですから。でこのような形で男性の遺体が真冬に見つかったという事件なんですよ。じゃあどうやって見つかったかと言いますと。 ここの教員住宅のね、これ女性、20代の女性だと思うんですけども、先生ですね、先生が用を足そうと思って、ここに入って、やっぱりこれはまあ、こういうボットンベンジョンですからね、えー、またがったかどうか知りませんけども、ふっと中を見たところ、顔が見えたと、えー、っと、なんか人間らしきものがいると、そらギャーって言って出てきます。で、警察が調べたら、このような形で。 上半身裸の男が入っていたと26歳とか書いてありましたねで結論としてはこんなことありえないんですけども外があまりにも寒かったのであここに入って暖を取ろうということで緊急的な避難をねするために組み取り口から入ってこのような形で入ったんだけども窒息と寒さで死んでしまいましたとはい以上操作終了になったんですけども皆さんどうですかこんなバカなことあるわけないでしょうこんなもん完全デバガメですよ ででですすすよよ福島上半身裸靴脱いでますあり得るわけありませんよね。これは明らかに覗きに入ってますよ。でもどうですかこれ普通の男がやります。ね。性欲だけじゃなくてこんなもの危険だってことすらわかるですよ。36センチですよ。 こんなとこから入ったらどう考えたって危険なことわかるじゃないですかそれをやってしまうんですよそれで死んでしまったんですよねありえないと思いますだからねこういう人間のことまで考えないとあんなね女性トイレをなくすなんてことは恐ろしい犯罪を助長させるだけこれ女性はもっとあの外なんか歩きませんよとかトイレ使わないでしょ 使えなないですよあんなトイレでこんな変態が中に入っても、いや、私は心は女だと言えば、まあ、も女という必要もありませんね。だって誰が使ってもいいんですから、誰にも文句言われません。 そうでしょう。何塗られるか分かりませんで。私がね、女性であれば使えませんよ。だってそんなとこ気持ち悪くて座れるわけないでしょこんなことがわからない。まあ愚かとしか言いようがないんですけど、なんでこんなバカなことになったんでしょうね。はい、皆さんどう思いますかぜひともね、今回の荒川区の事件もね、もうこれ私事件だと思いますけど、皆さんよく調べてみてください。本当に腹立たしいです。荒川区もね、もう渋谷区もね、ああもう,もう,もう,もうバカバカとしかもう言いようがありません。 いや非常に腹立たしいです。はい、以上でした。